はい、それでは本日は消防設備士の一類、超速マスター第4章、高騰と機能、工事と設備について解説をしていきます。こちらの本の詳細は番組タイトル下の説明欄にリンクが記載されてありますので、そちらからご覧ください。それでは1番に入ります。屋内消火栓の設置個数が最も多い階で4個である屋内消火栓設備がある。この屋内消火栓設備の水源水量の最小値として正しいものは次のうちどれか。 ただし、設置する国内消火栓は1号消火栓とするという問題になります。答えから言うと、3番の5.2流米が正解になります。この屋内消火栓設備の水源水量ですが、結論から言うと暗記になります。この屋内消火栓設備の種類といたしまして、1号消火栓、広範囲型の2号消火栓、2号消火栓、この3つがあると覚えていただければいいです。この中の、今回1号消火栓とすると書いてありますので、この水源水量は、こちらはこの数字が暗記になるということですね。 ただ全,て全部一緒で4個であったとしても3個であったとしても最大は2個としてカウントしてくださいというものになりますこの1号消火栓に関しては2.6流米以上となっておりますので今回の問題に関しては2個かける2.6流米なので5.2流米以上というものになりますこちらをざくっと絵で描かさせていただいたんですがこのような水源ですねここが5.2流米以上ないといけないということですねこの1号消火栓自体が4つ分かれていると 2, 2個でも3個でも4つでも5.2リューベというものになります。続いて2番、ポンプを用いる加圧送水装置について誤っているものは次のうちどれか。1、ポンプには、突出側に圧力計、吸い込み側に連成計を設ける。こちらの問題は正解になります。まず、この突出側というものと、あとはこの吸い込み側というものがあります。こう吸い込んでくる側と排出する側になります。 そしてそのところにはですね、連星系と言われるものと圧力系を設けなければいけません。この圧力系と言われるこちらのものは、正のゲージ圧力を測定するもの。そして連星系と言われるものは、正と負のゲージの圧力を測定するもの。これが連成系になります。そしてその間に真空系と言われるものがあるんですが、まあ、こちらは使用しません。こちらは負のゲージ圧力を測定するものになります。こちらも暗記になるんですが、この連星系と言われるものが、えこの えこの吸い込む側ですね、吸い込み側に、えー、用いられ、そして、えー、突出側に関しては圧力計が用いられるというものになりますので、この絵もしっかりと覚えてください。続いて2番、ポンプの突出量が定格,定格突出量の150%である場合における、全要定は定格全要定の65%以上とするということになります。この全要定というもの、この要定なんですが、こちらはポンプが、えー、この水を汲み上げれる高さのことを言います。 なので、どれくらいの高さを組み上げれるかというものが要定というものになります。今回の問題、この2番に関しては、かなり細かく説明させていただきます。こちら、ちょっと3番と書いてあるんですが、2番ですね。これは、例えば、このポンプが出てくる水の量が、性能上1分で100リットルとした場合ですね。100リットルとした場合、もし150リットル出す場合、なので、低糖質量が100%、100リットルですね。なのに、150リットル出す場合に関しては、 ポンプが水を汲み上げれるすべての高さの合計。なので、全予定と言われるものは、すべて、この高さ、すべての高さにおいて、ポンプが水を汲み上げれる高さのことを言っております。それの合計の高さが、その性能上10メートルという場合に関しては、その10メートルのうちの定格の全予定の65%、なので約、約6.5%以上との高さとしなければならないというものになります。なので、このような突出量ですね。 150%になってしまう場合は、高さ、定格の高さが10メートルである場合は、6.5メートル以上の高さにしなければいけないという形ですね。なので、あまり縮まりすぎていて,てもダメだということなので、あまり高さを縮めるなということになります。なので、この2番に関しては、こちら数字の暗記になります。続いて3番。締め切り運転時における圧力上昇防止のため,にための逃し配管を設けるというものになります。こちら結論から言うと、えー、間違いになります。 この、えー、締め切り運転時における圧力上昇防止のための逃し配管と書いてありますが、こちらは、えー、温,度を温度上昇を防止するための配管になります。この締め切り運転時というものは、水を流さずに締め切った状態で作動しているときのことを言います。なので、ポンプはこの原動機は回っているということですね。ただ、水は外に出ていかないという形になっています。 その時に温度がどんどん上昇していくため、温度上昇の防止のためにこのような逃し配管をつけているというものになります。なので今回はですね、圧力上昇防止のためではなく、この温度上昇のための防止となりますので、この3番が不正解になります。続いて、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けるというものになります。 こちら定格負荷運転という言葉が非常にネックになるんですが、こちら簡単に言うと、ポンプの定められた性能や仕様ですね、仕様や性能について、運転状況や換気状況が適切に作動しているかどうかを点検するということですね。なので、ちゃんと定められたような性能で運転しているかどうかを点検することを定格負荷運転と言います。このような定格負荷運転のポンプの性能を試験するために設けられる配管設備は、このようなこれですね、ここの部分のことを言います。 性能試験用の配管になっておりますなので、このポンプの性能試験するための配管を設けるというものはこのような性能試験用の配管を設けるというものになりますので、この4番に関しては正解になります。続いて3番、ポンプを用いる加圧送水装置について誤っているものは次のうちどれかという問題になります。答えから言うと1番が正解になります。1番、加圧送水装置の 土質側直近部分の配管にはポンプ側に止水弁、放水側に逆止弁を設けるというものになります。結果から言うとこちらは逆になります。このポンプ、ポンプ側というものとこっちが放水していく側ですね。この放水していく側の方が止水弁を設ける。そしてポンプに関してはポンプの側に関しては逆止弁を設けるというものになりますのでこちらがこの問題に関しては逆になっているというものになります。続いて2番。 原動機は電動機によるものとするという問題になります。こちらもそのままですね、電動機を用いてください。原動機に関しては、電動機、ここですね、M の部分を用いて、ここは電動機を用いてくださいというものになります。まあ、ガソリンエンジンであったり、ディーゼルエンジンは使用してはいけないというものですね。そして3番。給水管はポンプごとに専用のものとするというものですね。こちらは正解となります。まあ、このようなポンプがあります。 そして、この、これが給水管ですね。このようにポンプに取り付けられている給水管はポンプごとに専用のものを用いてくださいというものになりますので、この3番も正解です。続いて4番。水源の水位がポンプにより低い位置にある場合は、保水装置を設けるというものになります。答えから言うと正解です。このような水源水位ですね。この貯水槽の下一番下の部分の、一番,この一番下にある部分のこの上ですね、水位。 この水位なんですけども、この水位がこのポンプより下にある場合ですね、今回言われているのは水源より低い場合なので、下にある場合に関しては、この湖水装置と言われる湖水槽を設けるというものになります。なので、ここの下に水があって、そして、まあ、ここにポンプがあって、こう、繋がっていくと。そして、まあ、ここに湖水槽があるというものですね。逆に、ポンプ、ポンプよりも水源水位が高かったら、まあ、別に設けなくていいですよというものになります。 なので水水、えーえー、水源水位がポンプより低い位置にある場合に関しては、湖、えー、水装置を設けてくださいというものもしっかりと覚えてください。以上、今回1番,が1番の答えが3番、2番の答えが3番、3番の答えが1番となります。